こんにちは、安藤祐介です。今日は誰がやってもうまくいきます、認知症のある方のための着脱の小技テクニック4つお伝えします。よろしくお願いします。それではお伝えします。まずは上着を脱いでもらう時のテクニックです。じゃあ上着を脱いでください。この時に袖から手を引き抜こうとされる方がいらっしゃるんですが、この状態ではなかなか手が抜けないんです。上着を脱いでもらう時のポイントは肩にあるんです。じゃあちょっと失礼します。肩から上着を外させてもらって、なるべく下の方まで下げさせてもらいます。この状態であれば脱ぎましょうか。ご自分で上手に脱げる方がいらっしゃいます。では次です。続いては認知症の方に服を着てもらう時のテクニックです。僕らは親切心からその方が着やすいように服を丸めた状態でお渡しすることがありますが、この状態のものを見ても服だとわからなくて着れない方がいらっしゃいます。なので初めに服をその方の前で広げて全体を見てもらって、その後にここの服ですよと触れて理解してもらいましょう。これだけで服を着れるようになる方がいらっしゃいます。どうぞ。はい、では次です。続いては着脱介助を手伝う時の位置です。僕らは真正面から着脱を手伝うことが多くないですか。でもこの位置って認知症の方が服を着にくくなる位置なんです。立っていることにより圧迫感を与えて体を硬くされる方がいらっしゃいますし、手も動かしにくくなります。なので解除するときは横の位置もしくは後ろの位置から行って、どうしても前から解除せざるを得ないときはしゃがんでその方への圧迫感を減らしていきましょう。これだけでも服を着やすくなる方がいらっしゃいます。では次です。最後は服を畳むときのテクニックです。このときはもちろんですが丁寧に行いましょう。もし雑に扱ったとすれば、それだけで持ち主の方は不快な気持ちになります。認知症の方は思った以上に僕らの姿を見ています。物を丁寧に扱うというのはそれだけでその方への立派なケアになっているんです。小さいことですが大切にできればと思っています。以上です。あなたの介護応援しています。ありがとうございました。